ジップサンデーをご覧の秋田の皆さん、こんにちは。子供ドラゴンです。ベースのメンメンです。ボーカルのハヤトです。ギターのユメです。ドラムのチャムです。よろしくお願いします。お願いします。まあ一曲一曲が面白い展開になってるのと、あとはそうですね、まあ表題曲帝王切開っていう意味合い、腹を痛めて何かを生み出すっていうものの中で、喜怒哀楽がまた新たな方面でこう音楽として表現できてるんじゃないのかなって思います。ルーツで言うと、実際幼い頃にピアノをやってたんですけど、特に学があるわけでもなくて、本当に好きな音楽、例えばロックから、まあ、ポップスも好きだし、あなた演歌とかも好きですけど、そういった中でやっぱ一番結局大事にしてるのはリズム感と、やっぱ日本人相手に聞かせてるって思ってるんで、そのメロディアスな部分、歌謡チックな部分だったり、まあ、ポップスな部分っていうのは絶対メロディーとして大事にしてます。俺たちが誰だっけ、4本目なんですけど、初日の札幌からすごく、熱いライブができて、新曲もそこで初披露だったんですけど、初披露っていう感じもない、グルーヴを会場で、作ることができて、めちゃめちゃいい感じのツアーが回れてます。そばじゃない？あ、横手焼きそば。俺絶対さ、この間みんなで打ち上げで行った食べたじゃんか、あれ。すぐそこでしょ。そう、で、すぐそこのだよね。俺そこに行って横手焼きそばの記憶があったから、食べたかったんよ。メニュー見たら載ってなくて、ほうほう、こんなメニューなんじゃない。いや、それで横手焼きそばって以前ここで食べた気がするんですけどって言ったら、ないですって言われた。マジ？俺ら何食べた？そうだよね。絶対そうだよね、あの奥でさ、通してもらって食ったじゃんか。そうそうそう、ないですって。何なんだ、何だった、幻？幻でよくて、めっちゃみんなで。でも本当、ないですって。マジで？うちはやってません。そこまで。うん。はい、また秋田にも帰ってくるのと、これから全国回るんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。せーの、ジップ。